インディペンデンスパークはジャマイカの首都キングストンにある総合スポーツ文化、施設である。インディペンデンスパークには様々なスポーツの施設の複合体となっている。競技場の入り口にはボブマーリーの銅像がある。国立競技場は主にサッカーの試合に利用されており、サッカージャマイカ代表がホームスタジアムとして利用している。また、陸上競技にも利用され、 オリンピックの選考会やコモンウェルスゲームズの際ジャマイカ代表が使用している。国立競技場は1962年に開催された中央アメリカカリブ海競技大会において開会式と閉会式、陸上競技、自転車競技を行うメインスタジアムとして建設された。また、1966年に開催されたコモンウェルスゲームズでも使用されている。 収容人数は3万5千人。施設外用、オリンピック金メダリストであるドン・クオーリーの銅像が、スタジアムの入り口付近に建設されている。その他、アーサー・ウィント、ハーブ・マッキンリー、マリーン・ウォッティの銅像が、施設内に存在する。プールは1962年に、ジャマイカで開催された、中央アメリカカリブ海競技大会に向けて、建設された。 収容人数は8,500人。ナショナルアリーナは1966年のコモンウェルスゲームズにおいて、ウェイトリフティングやレスリング競技を開催する場所として1963年に建設された。収容人数は3,000人。現在、ネットボール、卓球などを含む様々なスポーツ競技大会に使用されており、その他にもフラワーショー、展覧会、 音楽祭などの様々な催しや国家の葬儀場として使用されてきた。ナショナルインドアアリーナは2003年のアイフナネットボール世界選手権開催に合わせナショナルアリーナに隣接する形で建設された。2002年に建設され収容人数は6000人。ありがとうございます。